リッチー・ギンサー、リッチー・ギンサー、ポール・リチャード、リッチー・ギンサー、1930年8月5日から1989年9月20日はアメリカ人の F1 ドライバー。カリフォルニア州ロサンゼルス・ハリウッドで3人兄弟の末っ子として生まれる。1946年頃には兄の友人であるフィル・ヒルから ドライビングテクニックを教わるという幸運にも恵まれた。高校卒業後、一旦は就職するが約一年半後に退職し、フィルヒルのメカニックとなり、レースの世界へと足を踏み入れることとなる。21歳の時、2年間の兵役につき、終了とともにフィルヒルの元に戻り、本格的にレースに打ち込んだ。1五十六年、フィルヒルと共にメキシカンパン、アメリカンレースに、 フェラーリで出場。その後、アメリカ国内のレースに数多く出場し、1957年にはフェラーリでルマン24時間レースを持っている。1960年、フェラーリのメンバーとしてアルゼンチン 1000km に出場し2位となり、この年、モナコグランプリでフェラーリのドライバーとして、会一デビューして6位に入賞した。さらにこの年9月のイタリアグランプリでは、 二位に入賞。翌1961年は、フェラーリの市販車テストドライバーも兼ね、第一グランプリに常時出場、15ポイントを獲得し、ランキング5位となった。1962年から1964年の3年間、BRM と契約。1962年は8位、1963年は2位。 1964年が4位の成績を残す。また、1964年には、会一史上5人目の年間全レース完走も達成した。1965年にホンダと契約、最終戦メキシコグランプリで自身、ホンダグッドイヤーとも初となる優勝を果たした。1966年、新3リッターレギュレーションのイタリアグランプリで、 ホンダ RA273 を操るが、クラッシュで負傷。カムバックして、翌1967年、同じアメリカ人のダンガーニーが主催するイーグルへ、加入するが、同年に引退する。ズバ抜けた、速さや、ここぞという時の粘りに欠けてしまい勝ち星に恵まれず、当時、ベストオブセカンドドライバー、万年2ードライバーなど、 自身にとってはあまり嬉しくない評価をプレスラ受けていたが、繊細な運転技術を持ち感想率が高く、会一での経験も豊富だった。彼はとても繊細で、ドライバーとしては神経質な性格であり、人に対する心、不心の格差が比較的大きかったと、当時ホンダ一のチーム監督を務めた中村義雄は、後の著書の中で記載している。 会一を引退後は、イーグル、アーで、開発主任になるが、イーグルの経営が傾き始めると、以前のように羽振りのいい生活もできなくなり始め、去ることになる。後に、カリフォルニア州でポルシェを走らせるレースに参加するようになるが、そのレースを止めてしまった後は、ヒッピー仲間に入って、住所不定の暮らしをする。1989年、ドニントンパークで、 BRM の歴史というドキュメントビデオ撮影に招待され出席した後、フランスクレール・モンフェランで行われる9回1、ドライバーの集いに参加するべく移動中に新発作で死去。59歳。メキシコグランプリが開催されるエルマノス、ロドリゲスサーキットは、標高2200メートルの高地にある。中村義雄はここに目をつけ、グランプリ開催直前にテストを完光。 高地気圧条件、燃料噴射セッティング、高温対策に徹底的に取り組み、グランプリを迎えることとなる。また、中村義雄はもともと、中島飛行機出身であり、当時航空機エンジンに携わっていたことから、コーチといえども航空機の経験があるため、他チームより優れたセッティングも可能であった。予選は、ジム・クラークが、ポールポジションを獲得し、ブラバムのダンガーニーが2番手。 そして、ホンダを借る銀サーは3番手につけた。ちなみに、この時のマシンは予選時からポールポジションダッシュも可能なほどの好調ぶりで、銀サーはポールポジション獲得に向けタイムアタックに向かおうとしたが、本戦での優勝を期していた中村義雄に決勝に向けてのマシン温存を解かれ自重しての予選3位であった。このマシン温存策がこう襲うしたのか スタートダッシュの効かないジム・クラークのロータスを尻目にトップに躍り出たギンサーは一度も首位を譲ることなくトップでフィニッシュラインを駆けけたのである。このレースを指揮した中村義雄はコース内の電信局からホンダ本社に向けベニービリバイサイの一文を送信デビュー以来わずか11戦目の快挙だった。それはまたアメリカ人ギンサーとグッドイヤータイヤにとっても記念すべき 会一初優勝となった。もう一台のロニーバックナムも5位入賞。5年間続いた1.5リッター会一時代最後の一戦で、ホンダは勝利をものにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。